こんにちは。インストラクターの愛です。今からデトックスヨガを行っていきます。全身を動かしていくので、運動不足解消にもなります。楽しみながら一緒に行っていきましょう。では、早速始めていきます。マットの上に楽なアナコ座の姿勢になっていきましょう。余裕のある方は、恥骨の前にかかとを縦に並べていきます。では、両手は体の横あたりについていきましょう。背伸びをしていきます。一度口からはーっと吐いて、肩の力を抜いていきます。では、鼻から心地よく吸って、胸を開きながら、両腕を回し上げていきましょう。指同士絡ませて、手のひら返して、さらに伸びます。伸びて伸びて、吐いて、肩の力を抜きながら、ゆっくりと腕を回し下ろします。繰り返しましょう。吸って、胸を大きく開いていきながら、頭の上あたりで指同士を絡ませて、さらに手のひら返して伸びます。伸びて伸びて伸びて、吐いて、その手を解放していきましょう。下ろすときもゆっくりゆっくりと丁寧に動かしていきます。もう一度、手のひら天井、胸を開きながら、大きな円を描くようなイメージ、指同士を絡ませて、手のひら返します。上半身伸びます。伸びたら、吐いて肩の力を抜いて、次はその手のひらをゆっくりと下ろしていきましょう。だいたい胸の高さまで。肩の力もう一つ抜いていきますね。吸って背中をスッと伸ばします。吐いて力を抜いて背中丸めていきましょう。少し骨盤後傾になりますね。猫背のようなイメージになっていきましょう。手のひらは前に前に押し出していきます。吸って背中をスッと伸ばします。繰り返しましょう。吐いて、背中丸めて、手のひら前に前に持っていきます。手のひらと背中遠ざけていきましょう。ラスト、吸って、背中をスッと伸ばす。吐いて、背中を丸める。背中広くなっていくようなイメージです。では吐き切ったらもう一度、吸って背中を伸ばして、手のひら天井です。一緒に脇腹も伸ばしていきましょう。おへそをさっきよりも高い位置に持っていきます。では吐いて、丁寧に腕を下ろします。では一呼吸、鼻から吸って、ちょっと肩を持ち上げてみましょう。耳の方に持ち上げたら、口から吐いて、ふー。はい。では肩周りが温まったところで、次はマットの横を使っていきますね。足を腰幅より少し広めに開いて、膝を立たせていきましょう。左右にパタンパタンと倒していきます。膝がまだ無理に床とかにつかなくてもいいので、だんだんと股関節周りが温まって膝が床に近づくイメージでいいです。はい、では動きを止めていきましょう。次は両方の足を持ち上げてブラブラブラーとほぐします。ブラブラブラー、関節周りの筋肉を緩めていきます。では次にトントントンとかかとでお尻をマッサージしていきます。これ結構関節周りがほぐれてくるので温まってきます。では次にお尻のあたりに体重を預けて、離せそうでしたら両手も離して、手首足首ブラブラブラーとしていきます。ちょっと腹筋と背筋使っていきますね。はい、では動きをゆっくりと止めて、足の裏、手のひらマットにつけて、もう一度ふー、深い呼吸です。もちろん汗とか排泄でも悪いものを出せるんですけども、吐く呼吸できつさとか辛さも一緒にデトックスしていきましょう。では両足を前にスッと伸ばして、では腰の後ろあたりにつきましょう。
足の付け根を左右に動かしてつま先を大きく振っていきます。ブラブラブラ。はい、では動きを止めて、足のつま先をぐるぐると円を描くように動かして、また足全体の筋肉をほぐしていきます。はい、では動きを止めていきましょう。トントントンと、次は太ももの裏、ハムストリングですね、そことふくらはぎをマットに打ちつけて刺激を与えていきましょう。このふくらはぎは第二の心臓と言われていて、下半身の血液のポンプ作用を行ってくれます。なのでふくらはぎを柔らかくしておきましょう。はい、では動きを止めます。そして早速四つん這いになっていきましょう。では手と手の間にまずは右足を一歩、かかとの上に膝が来るようにセットしていきます。かかとはだいたい90度ぐらい、左の足は後ろに楽に伸びるところまで伸ばしていきます。後ろのつま先を立たせて、つま先の上にかかとが来るところに持っていきましょう。では右の足の裏でマットを踏みながら上体を起こします。そして胸の前で合掌。もし足がきつい、痛いと感じられたら、すぐに両手はマットに戻していきますね。では吸って背中を伸ばしていきます。吐いて少し前傾姿勢になり、左の肘を右の膝の外側にかけていきましょう。上体をねじっていきます。吸って背中を伸ばし、吐いてさらに背中をねじっていきます。目線は少しずつ肩越し後方を見るようにしていきましょう。この時にチャレンジです。もう少し筋肉使いたいなっていう方は、左の膝をマットから離してみましょう。体重が前方にかかりやすいので、しっかりと左のつま先にも体重を預けて呼吸繰り返していきますね。特に左のふくらはぎの伸びを感じていきます。ではあと一呼吸吸ってゆっくりと吐きましょう。では膝はマットに下ろし、両手を解放していきます。ゆっくりと四つん這いの状態に戻っていきましょう。次は反対側です。次は左の足を手と手の間に持ってきましょう。かかとの上に膝が来るところにセット、後ろの足は楽に伸びるところまで伸ばしていきます。右のつま先を立たせて、左の足の裏でしっかりとマットを押しながら、肩の力抜きながら上体をスーッと起こしていきましょう。ではここで胸の前で合掌。吸って背中を伸ばし、吐いて少し前傾姿勢になっていきます。次に右の肘で左の膝をよいしょサポートしていきましょう。ではこのままねじっていきます。吸って背中がスーッと伸びて、吐きながらおへそのあたりからねじっていきます。吸って背中が伸びて、吐いてさらに上半身ねじっていきましょう。目線は次肩越し、左後方を見ていきます。さあここで余裕のある方は、右の膝をマットから浮かせていきます。体重前にかかりすぎないように、かかとしっかりと後ろの壁を押すように引いていきます。つま先の上にかかとが来るところを意識していきますね。きついポーズこそ笑顔で、呼吸止まらないようにあと2呼吸繰り返していきます。心地いい呼吸です。ではあと1呼吸ゆっくりと吐き切った方は、まず膝を下ろしていきましょう。両手を解放、左足のサイドに置いて、左の足も右の足の横に戻していきましょう。お尻をよいしょと持ち上げていきます。
膝を曲げたり伸ばしたりして、足の裏、特にハムストリングやふくらはぎのあたりをほぐしていきましょう。では、つま先を立たせたままでいいので、吸って、まず右の足を持ち上げれるところまで持ち上げて、吐いて、膝曲げて、お腹と胸に引き寄せながら、できたら手と手の間で、安定させていきましょう。一歩で持っていきます。では、両手腰に添えながら、ゆっくりと上体を起こしていきます。ここでおへそと骨盤、正面に向けるようにしていきましょう。後ろの左の鼠径部が後ろに向きやすいので、前に前に持ってきます。右の膝緩めてていいです。では、両手は体側。吸って、両手をアップ。この時に前の右膝を伸ばしていきましょう。吐いて、右膝を曲げていきます。後ろの足はつま先の上にかかとが来るところにセット。右膝踏み込みすぎないように気をつけましょう。もう一度吸って上体上に伸びていくイメージです。吐いて肩の力一つ抜いて右膝踏み込んでいきましょう。もう一度吸って上体伸びていくイメージです。吐いて緩めましょう。膝曲げていきます。では、この曲げた状態のまま、両手、ゆっくりと右の足のサイドに持っていきましょう。では、左の手はそのまま、右の手をお尻の上あたりにそっと添えていきましょう。コリコリとした少し出っ張った骨があります。ここ仙骨というんですけども、その仙骨のあたりに手のひらを乗せて、吸って背中を伸ばしていきます。では、吐きながらもう一つねじっていきましょう。右の胸を、右側、後方に向けてゆっくりとねじっていくイメージです。開いていきますね。ここで余裕のある方は、仙骨に添えている右の手を天井に向かってもう一つ伸ばしていきましょう。あと一呼吸繰り返します。笑顔で、心地いい呼吸です。では、ゆっくりと右の手、右の足の横について、ダウンドッグに戻っていきましょう。では、次反対側です。右のつま先立たせててもいいので、吸って左の足を高いところまで持ち上げていきましょう。吐いて膝を曲げ、お腹と胸に引き寄せながら丁寧に手と手の間にできたら一歩で持っていきます。右の足はつま先立ちです。ではここからゆっくりと上体を起こしていきましょう。両手腰に添えて丁寧に上体を起こします。左の膝緩めてていいです。では両手は体側。吸って両手をアップ。吐いて肩の力を抜いて膝を踏み込んでいきます。繰り返しましょう。吸って体が上に伸びていくイメージ。吐いて左の膝を曲げていきましょう。肩の力抜いていきます。ラストもう一度吸って上体を伸ばしていきましょう。吐いて膝を曲げていきます。肩や肘の力も緩めていきましょう。では両手はゆっくりと左の足のサイドについていきましょう。次は左の手を仙骨の上にそっと添えて、後ろの足膝なるべく伸ばしていきますね。ゆっくりと左の胸を開いていきます。ではこのままでもいいですが、さらに余裕のある方は左の手を天井に向かって持ち上げてみましょう。目線は呼吸がきつくないところでいいです。はい、ではあと一呼吸、心地いい呼吸を繰り返します。
ここもう一度言います。はい、ではあと一呼吸繰り返していきましょう。では左の手、ゆっくりと左の足の横についていきましょう。両手のひらでマットを押してダウンドッグ。一呼吸、深い呼吸です。吸って背中を伸ばし、吐いてお腹を薄くしていきます。では手と手の間を見て、トコトコっと歩いていきましょう。吸って膝の裏を伸ばし、吐いて深い前屈、頭頂だらんとマットの方に下ろしていきます。では吸いながら丁寧に上体を起こしながら、両腕大きく回し上げていきましょう。背伸びをしていきます。手のひら返して、もう一つ伸びていきましょう。伸びて伸びて、吸って伸びます。吐いて脱力、丁寧に両腕を回し下ろしていきます。はい、ではあとは大きく足を開いて、最後にまたねじっていきましょう。では両手を腰に添えて、骨盤がまっすぐになっているかをチェックしていきます。つま先を正面に向けていきましょう。外側に向かないように気をつけます。では吸って、両腕を大きく回し上げていきましょう。吐いて、その両腕は肩の高さ、吸って胸を開き、吐いて右のつま先タッチ、そう、体ねじりながらです。吸って起こして、吐いて次は左のつま先タッチ、吸って起きます。吐いて、吸って、吐いて、吸って、はい、では両手を腰に戻していきましょう。では次、かかとを一歩内側に入れていきましょう。そしてつま先45度ぐらい、だいたいちょっと外側に向けるようなイメージで、足の裏をしっかりとマットに下ろしていきます。では胸の前で合掌していきましょう。吸って背中を伸ばして、吐いて膝をつま先の方にゆっくりと開いていきながらしゃがんでいきます。はい、マラーサナです。では両方の肘で両膝をぐーっと押し合うようにして、鼠径部股関節周りを開いていきましょう。丁寧に足の内側を開いて、では息吐き切った方は両手はマットに下ろして、よいしょっと、お尻を戻していきましょう。では最初の楽なアナグザになります。最後に深い深呼吸で、体のいらないものを手放していきます。では両手は体側、手のひら天井、吸って胸を開いて大きく腕を回し上げていきましょう。指同士を絡ませて、手のひら天井、伸びて伸びて伸びて、吸って吐きます。だらーんと力抜きでいきます。はい、ではお疲れ様でした。軽く胸の前で合掌していきましょう。頑張ってくれたご自身の体に感謝をしていきましょう。そして水分補給を忘れずに行ってください。今日も楽しみながら一緒に受けていただきありがとうございました。